今回は無限シリーズのご紹介をさせていただきます。まず無限フライと赤無限、こちらが実践向きでありながら無限フライっていうのが比較的お求めやすい金額でご紹介させてもらってる商品になります。赤無限商品は基本的に無限フライをベースに、さらに実践向きで生地自体も極限まで薄くお作りしている商品になります。この2種類大きく違う点が2つあります。メンガネが無限フライの方がオールジュラルミンになっております。一番軽量のメンガネになっております。赤無限、こちらに関してはジュラルミンでありながらメンガネの口元の部分ですね、こちらが裏返すと金色になっております。なんで金色かっていうと、メンガネの材料の方が、高級仕様のメンガネになっております。2つ目、無限フライの方がクラリーノのミクロパンチになっております。赤無限の方が茶色の鹿革の材料になっております。よりしっかり握り込んで自分の手の形に合わせて変形してくれるような、革になっております。タレの芯材なんかも基本的には無限フライっていうのが通常の実践向きの柔らかさ、赤無限の方が無限フライから生地を薄くして、より体に馴染みやすいフィット感のある、そういった材料になっております。続きまして、無限ライト、無限 L と書きます。こちらの商品のご説明をさせていただきます。先ほどの2種類と違う点となりますと、こちらのヘリ側、顎の材料、そういったヘリに関する部分、本鹿革の材料を使っております。実践の仕様の防具に対して高級感、もうワンランク上の防具、そういったコンセプトで作っている防具になります。特徴的に白で矢羽を入れて個性的な防具に仕上げております。コテの頭の方が鎧飾りになっております。手のごわつき、そういったのを軽減するために飾りの本数をちょっと多めに入れて、しっかり手に馴染むように、手の内の素材も鹿革になっております。そしてタレのデザインなんかもさらに高級な仕様になっております。曲げやすいように、大だれの部分ですね、こちらを両サイド斜め刺しにしております。タレも同じくこういった矢羽加工をしております。タレの付け根の飾りなんかは、手刺しのようなちょっと高級感にあふれる飾りになっております。今回は無限を3種類ご紹介させていただきました。興味のある方は全国の取扱店、または西日本武道具のホームページ柳瀬店の店舗の方まで展示してありますので、機会がありましたらお立ち寄りください。